四年ぶりにサンフレッチェ復帰あれもこれも聞いちゃいますさあ塩谷選手サポーターはいっていますカメラ目線でお帰りなさい <laughs> さあここからはサンフレッチェ広島塩谷司選手にいろいろとお話を伺っていきますまずはお,まお帰りなさい,いただいまですいや四年ぶりの復帰となりましたけれども、まあ、実感というんですかねまあ昨日合流したばっかりですもんねうんそうですね、はい あでもやっぱり吉田に練習に行って帰ってきたんだっていうのはすごくあと昨日の記者会見でもすごくそれは実感しました昨日会見があって今日ゴーアップ生出演っていうね、うん、いやありがたいことです本当こんなに早く読んでいただけるとはこのタイミングで出ていただけるなんてーゴーアップ頑張りましたありがとうございます <laughs> どうですかこう久々のサンフレッチェの練習着を着ての練習参加雰囲気などいかがだったですか 懐かしいっていうのもありますしメンバーも約半分変わってましたのでまあちょっと人見知りなので最初ちょっと緊張しながら人見知りですすすかねそそううななんんででであも大学の先輩の柴崎選手あたりはこうがっつりと迎え入れてくれたんじゃないですかいや昴瀬さんはそんなに仲くないんで柏さんの方が「柏選手でかくなったね」って言われてずっといじられてました。 <laughs> いややっぱり体大きくなりましたよね。うん、そうですね向こう行ってすぐ肩を怪我して手術をしたんですけど、はい、でその時にまあ、もう一回り体を大きくしちゃう方がいいのかなと思って、うん、まあ向こうでそういうトレーニングもして体一回り大きくしてきました。うん、ど,どうですかあの練習場の雰囲気まあ環境トレーニングなどなどいろいろ変化ありましたかねやっぱりね。まあそうですね監督も変わってますし、うんえー、まメンバーも変わってますし、うん、なんか新しい チームに来たたっていう感じがしましま、えー、10月1日に発表を聞いた時はですよもうなんか興奮しましたね <laughs> あの本当に広島中がいいニュースが飛び込んできたなという感じでしたけれどもご本人の耳にも入ってると思うんですがたくさんのサポーターの方から、うん、SNS を通してたくさんメッセージをもらって、うんまあ、本当に嬉しかったですし、うん、また本当広島に帰ってこられて。 本当に良かったなと思いますいやもう私代表してありがとうございますさあここで小島さんからちょっと質問そうなんです、はい、ここからは塩谷選手に丸バツで質問に答えていただきたいと思います質問は5つありますでは丸バツで答えてくださいね、はい、いきます第一問日本に帰ってくるならサンフレッチェと決めていたおー嬉しい第二問 UAE での生活は楽しかったおーいろいろ聞きたいですけどね,ねちょっと質問どんどんいきます、うん、第三問 UAE のサッカーは想像以上だった、うん、ちょっと迷ってるいろんなところあると思あなるほどだいたい想像通りなんですかね,ねでは第四問サッカー以外にやりたいことがある プレーする以外ですか。はい。そうですね。今、そうです今、ね、趣味とかも含めて、今、今,<あ>今この瞬間じゃないですけどね、サッカー以外。おお,<ー>お。ちょっとここも聞きたいですね。第5問、サンフレッチェで成し遂げたいことがある。お<ー>お<ー>。力強く上げてもらいました。はい。というわけで結果はこうなりましたね。5問中4つが丸ということで、はい、クエスチョン3つ目だけがバツとなりましたが、ちょっと深掘りをしていきたいと思います。 えー、まずは1問目のところですね、えー、やはり日本に戻るならサンレッジこれはもう決まっていましたか。4年前に移籍するときからもう、はい、そこはもう、心の中にありました移籍前からその意思はた、はいまあ、昨うの,あの加入会見でもです、ねえーあ、強い広島を取り戻すということを、本当にあの何度もおっしゃってましたけれども。はい ここへの思いっていいううのはいかがでしょうかやはり、まあ、3度優勝して、うん、やっぱ優勝の味を知ってしまうと忘れられないっていうのがやっぱ一番あるので、うん、今優勝し知っているメンバーっていうのがやっぱり少なくなってきているので、うん、若い選手たちにもそういう思いをさせてあげたいなっていうのはあります、うん、強い広島にするためにですよ取り戻すために必要条件ってどんなことになってきますいやもうありすぎて、うん もちろん選手の個人のレベルアップもそうですし、はい、チーム全体としてのレベルアップもそうですし、うん、もちろんそのプレーする選手だけじゃなくて、うん、まあスタッフそれとまあファンサポーターの方たちももっともたくさん来てもらわないといけないしい、うん、いろんなこととが必要だと思います、うんうんまあ、その中の一つとして塩谷選手の復帰というのも必要条件だと思いましたがさあもう一つ深掘りしていきます、まあ、UAE での生活は楽しかったということですが。 具体的にどんんなな生活でですすか暑い国ですよね。そうですね、はい、まあ基本4月から11月ぐらいは暑くて、うん、はい、12月から3月中旬ぐらいまでは、日中も涼しく、夜はちょっと肌寒いかなっていう感じなんですけど、うん、そんな中ですね、ちょっと写真を頂い,いております、事前に、<お>こちらは塩谷選手が撮影して、これな、なんですか、芝これは そうですね。はい、庭、庭、庭なんですけど。自宅ですか？自宅です。はい。えー、広いですねこれ。これ多分つってねこちらの方にはまだ芝生が続いてて、えー、でコロナで三ヶ月ぐらい練習がなかったわけがあったんですけど、<え>そういう時でもまあ家でトレーニングができたの良かったなと。なるほど。ねあのー、私あのね吉、はい、田さんの奥様広島出身で前一緒にねお仕事させていただいたこともあって、うん、あの奥様からちょっと聞いたんですけど本当にもう。 暑くて度ぐらいに周り砂漠そうですね。い50度そうそんな中でサッカーをするあの本当ご主人すごいなって言ってましたすごいこれしかもプールですかこれはここ住んでた家の敷地内にあるんですけどその大きなコンパウントって言って同じような家がこうバーって100軒並んでその住んでる人が自由に使えるプールじゃないとこの方入者になご家族じゃないですかね 共同のプール。共同のプールです。まあ、歩いて一分かかんない、もう目の前にあった、家の前に住んでいたので。最高の環境ですね。ね、あの、これだるいよ。ホテル。また、とんでもないのが来ました、これ。これが。塩谷選手で間違いないですか。だと思います。これ普段着なわけではないですよね。これはゆえのナショナルデー。っていうのがあって、その。はい。まあ、チームの方から、その、まあ、この来て。 撮影みたいなのがあって、えー、家に帰った時に記念に、えーはあ、これやっぱりラクダに乗っていくんですかこういう時はこういう時はラクダには乗らなかったですけど <laughs> まあでも本当ローカルの人たちはもう普段からもう本当こういう感じでいやなかなか素敵だと思うんですが、えー、そして5つ目の質問ですね「サンフレッチェで成し遂げたいことがある丸」とすぐ書いていただきましたがやはり、まあ、先ほどもありました優勝というところになってくるんですかそうですねつつ目、うん、5つ目の星を 増やしてていいきたいなと思ってますあの後輩にもやっぱり優勝の味を知ってもらいたいっていう話が先ほどありましたけれどもこう優勝することによって得る自信とかっていうのはもう他には変え難いものなんですかねそうですね、まあ、その自信もつきますし、うん、やっぱりその勝者のメンタリティっていいますけど、はい、やっぱり勝ちきる強さっていうのはやっぱ スポーツの世界でやっぱ重要だと思うので、うん、そういうのをやっぱ若い子たちにも経験させてあげたいいなと思います塩、うんまあ、谷選手は本当に、ねえー、いろんな優勝経験もされていますぜひ後輩たちにもつないでいただきたいと思います。さあここで突然ですが塩谷選手のことをよく知るこちらのお二人からメッセージが届いております。おはよう <laughs> もう一度 v t r いきますね <laughs> 若干ネタバレをしましたけれどもこちらのサンフレッチェ o b のお二人からメッセージをいただいておりますどうぞおかえりしようサンフレッチェ広島 c r m の堀瀬和之,之ですまあ帰ってきてくれたことに対して本当にまあ自分のことより嬉しいですしええまあ塩とはあの u a に行ってからもちょくちょく連絡取ったり まあいずれ広島にまあ戻ってきたいというかそういう話は出てたのでまあ本当にこう思いです要、ねまあ、にちょっと一言言いたいのは <laughs> <あ>の <laughs> ちょっとこう緩む時があるので <laughs> あの何ていうんですかね調子が良かったりとか <laughs> まあいい感じであのプレーがいってる時にはすごいこうちょっと緩むみたいなとこがあるんで <laughs>。 そういうい時はまあ僕がしっかりこう練習見に行ってちょっと監視しときたいなという思いはあります、はい、いやあんまりこういい明るい話題がない中だったのでまあ率直に嬉しかったですねあの。塩自身も多分大好きな広島っていう街でまたプレーできる喜びをやっぱり存分にこう味わってほしいですしずっとトシがあの歯を食いしばりながらあのピッチの中で頑張ってるので。 えー、そこを塩が後方から支えてあげてほしいなと思いますしまた若くていい選手もたくさんいるので、えー、そういう若い選手にいろんなことをあのピッチの外でも中でもあの伝えていってほしいですし、まあ、それができる選手だと思うので、まあ、また落ち着いたらあの釣りとかゴルフ、えー、一緒にリフレッシュする時間を、えー、楽ししみましょうよく知る2人からのメッセージいかがですかいや本当重い お言葉をいただきました菅 <laughs> さんの方そんなに重くなかったところもありましたけどねそうですねまあ監視をしっかりしてもらって、はい、はい、気を緩めず頑張りたいと思います久津、はい、さんとはゴルフも釣りも一緒に行きたいと思いますそうですね <laughs> せっかくなんでサッカーのところとそうしたオフにも楽しんでいただきたいと思います最後にファンサポーターの皆さんにメッセージをお願いできますか、えー、まあコロナ禍もあってこうスタジアムから離れていってしまったサポーターの方もたくさんいると思うので、えー、僕は戻ってきたので 離れてしまったサポーターの皆さんもまた戻ってきて、また一緒に強いサンフレッチェを作っていきましょう。はい、ぜひ今シーズンからの活躍を期待しております。今日はサンフレッチェ広島塩谷司選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はいました。さあ、ここで塩谷選手からなんとお知らせがあります。はい。 僕の直筆サイン入りユニフォームを販売中です。受付は十七枚ですので、詳しくはオンラインショップで見てください。こちらです。今回がこれで。直筆サイン一枚一枚に。はい。大変。心込めて。心込めて。ありがとうございます。こちらです。はい。はい。では、今日。 塩谷選手にいろいろと質問をさせていただきましたけれども、4つ目の質問ですね、サッカー以外にやりたいことがあるということで、○という回答をいただいてました<で>これ、具体的にどういったことをやりたいなと今、コロナ禍で子どもたちが本当につらい思いをしていると思うので、うん、思いっきり子どもたちとサッカー教室やったり、そういうのをしたいなっていうのをすごく思っていやねサッカー以外にといっても、サッカーに関連するそううすねそうですね。 もう頭の中は今、サッカーでいっぱい,いだし、また子どもたちにもね、そういったサッカーの魅力を伝えていきたいっていう部分も多いでしょうねそうですね、そしてまた頑張る記録になってくれたらいいなと思いいまますす素敵でござ広島に帰ってきてくださって、本当によかった。そうですね、えー 番組もここまで残っていただいて、そうなんです。ですね、本当はね紹介したかったんが、一個あるんですよ。<お>あ<の>はい。数さん、ひさつさんからメッセージいただいてたんですが、もう一人広島市秋区矢野出身のですね、えー、森崎浩二さんからもメッセージをいただいておりましたえはい、えー。クラブから背番号7を提示されていたらどうしましたかという質問なんですけれども、丁重 <laughs> にお断りしてる。はい。<laughs> 3番さあじゃこういった回答です。はい。背番号、はい、3をつけての塩谷選手となります。